はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回は提督の決断する日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。早速なんですけども、ラバール上枠近辺にですね、アメリカ軍の第6艦隊、これが出現しています。前回はイギリス軍の第17艦隊、これは戦艦のね、船体を中心とした艦隊だったんですが、これにラバールの航空基地を焼き払われたものの、回復した基地航空隊で戦艦4隻を撃沈するという戦果を上げていたんですが、今回は別の艦隊、第6艦隊が現れています。艦影8ということなので、まあ、8隻からなる艦隊ですね。これを今度はね、撃沈しておきたいと思います。では早速基地航空隊による攻撃を行っていきましょう。索敵も行っておきます。さらに艦影に、これは第17艦隊ですね。どっちを先に潰しておくかちょっと悩ましいな。上枠の方の航空隊は冷戦の52型、これを護衛機につけて、一式の立航、96式の立航が攻撃、それに99の艦爆をつけたという状態です。まあ連動はね、まあ残念ながら一式の立航以外はかなり低めなんですけども、ここも使っていきましょう。できれば、そうだな、上枠の基地航空隊で17艦隊、まあ、つまり戦艦が入っている2隻のイギリス軍艦隊ですね。これに空撃を行い、ラバウルからは8隻からなる敵の第6艦隊、これを狙っていきたいと思います。ラバールの方はね、ご覧のような航空隊チームになっています。水星天山、一式立航、まあ、最新鋭ね、航空機を配備してあります。でその他なんですが、まずは空母加賀、これがですね、おそらく上枠に入っている予感がします。ちょっと確認しましょう。艦隊入ってるね。これで高須さんと小沢さんの艦隊入っていますので、次のターンで補給をして、ポートモレスビー攻略、あるいはガダルカナル攻略、どちらかの任務に当てていきたいと思います。ちょっとまだどっちにねしようかなというのは悩ましいところなんですけど、まあ一つはね、同時にポートモレスビーとラバエル、ポートモレスビーとガダルカネル、同時に攻撃をかけるっていう手も、まあ、なくはないかなとは思いますし、戦力をね、あえて分散する必要もないので、どちらかにまずは攻撃を絞るというのもね、定石として当然だと思うし、どちらにするかっていうのはね、ちょっとプレイをしながら確認していきましょう。で第8艦隊、さらに空母、昇格随格、飛龍総流の第4、第5艦隊、これもね、もうすぐラバウルに到着する見込みです。で、あとですね、確認しておくところといえば、トラックに入って、今まさに修復中のヤマトなんですが、これの状況を確認しておくと、あと5日で完了します。この5日がね、完了したらヤマトも当然、攻略戦に参加してもらいたいな、というところですね。で、ハワイの方なんですが、こちらの方もですね、今、修復中の艦隊、3、6、9、11と入っていますので、このままここは耐えます。索敵は行っておきましょう。まあ、敵の艦隊もね、当然いないという想定なんですけど、アメリカ軍の攻撃力を考えると、もういつ敵が現れてもおかしくはない、まあ、そういう緊張感でねやっていきたいと思います。で最後、アツト方面ですね。まあ、アツトはもう戦略的に重要ではないんですが、ダッチハーバー経由されて、このアツトで補給を受けて札幌に来られると少し厄介
というのがありますので、そういう意味ではね、この圧倒の攻略は行っておきたいと思います。圧倒に陸戦隊を置いておくとね、ガダルカナル、オートモレスビの攻略、陸戦隊が少なくなってしまうかなという、まあ、懸念点があるので、うまくそこはね、流用していきたいと思います。では、まあ、ラバウル、基地航空隊による敵第6艦隊への空撃です。攻撃機が19損失か。爆撃機が4ですね。戦艦ニューメキシコ型1隻を撃沈、1隻を勝破。3個艦隊が出てるってことだな。ごめんなさい、3隻の戦艦が残ってるってことですね。クイーンエリザベス型、これも勝破止まりですね。爆撃機は爆弾を、攻撃機は魚雷を、まあ、きっちり装備はさせているので、あとは各基地航空隊の連動の問題ですかね。ではまずは、本来だったら補給をしたかったターンなんですけども、空母加賀の話ですね。ここはその余裕なくですね、ちょっと出撃をさせましょう。このまま上枠の基地に入ったまま沈められるのではたまらない。で、上枠の陸戦、陸軍の師団が乗りたいと言ってきている第4師団、歩兵22。いや、これを乗せると陥落する恐れがあるので拒否だな。第16艦隊から出撃します。まずは出発。第10艦隊も出撃しましょう。第29師団は、これはどうやっても、ポートモレスビ、あるいはガダルカナルに運びましょう。出発します。第8艦隊はまだラバウルには入っていないかな？そうだね。まだこの位置ですね。ラバウルの湾口施設という意味では港が2つ、つまり2個艦隊は収容可能ですね。では第4艦隊、第5艦隊、これを前進させていきます。まだ空撃できる範囲というわけではないと思うんで、ガダルカナル、あるいはポートモレスビ、どっちにね、この主力4空母を差し向けていくのか。ガダルカナルの方がいいような気もするし、ポートモレスビーは散々苦しめられているので、ポートモレスビーを先に取っておきたいという思いもあるし、本当にここは悩みどころ、どっちにしようかなという感じですよね。第7艦隊はまだ入れないかな？次のターンまではかかりそうですね。では、これで時間を進めます。戦闘命令フェーズ入りましたね。さあ、ここだ。まずは、敵の艦隊を見失っているかどうか。見失っている。見失っているとなれば、索敵からですね。どこに向かったか、全くわからないですからね。敵の艦隊発見できず、発見できないが、取り逃がした形ですかね。発見。第17艦隊は発見しました。これは戦艦ですね。第6艦隊は、あっちの方が脅威としては、まあ、大きいですからね。第6艦隊を見失った形だな。第10艦隊でも索敵を行った後、砲撃戦で沈めましょう。
まあ、第六艦隊が敵のですね、第六艦隊がポートモレスビーあるいはガダルカナルに入港、まあ、する、した、可能性もあると思うんで、まあ、位置的に考えたらポートモレスビーですかね。敵の目的は。よって、ポートモレスビー攻略を優先しましょう。第16艦隊も。まあ一応索敵をかけて。敵艦隊発見。これは敵の艦隊が戦艦1、巡洋艦1というのを確認したということですね。では、ポートモレスビー攻略に向けて動き出していきましょう。まず戦艦。これをね、沈めておきます。シャシャリ出てこられても困りますからね。ハワイの方も確認して時間を進めていきます。では、空母加賀からイギリス軍の戦艦。ここに向けて空撃を行っていきます。よし、これで回転させましたね。イギリス軍の第17艦隊は壊滅。あとは第6艦隊だな。ホーチミンが。ベトナムの首都は、ホーチミンですよね。ハノイじゃなくて。ハノイなのかな？ごめんなさい。ちょっと勉強不足でお恥ずかしいですね。ベトナムはね、行ったことないんですよね。何度か話したかもしれませんが。ベトナムのね、女の子は本当に綺麗でしたね。色白で。では、ポートモレスビーに向けて出撃を仕掛けていきます。ポートモレスビーには一応、スパイを入れているので、状況を見ることができるんですが、飛行場が2。航空隊は8個。いや、重たいなぁ。非常に重たいですね。一応ですね、第8艦隊、第4、第5艦隊が到着するのを待ってから、ポートモレスビーの攻略をしていきたいかなと思います。まあ、このままね、ポートモレスビーに第10、第16艦隊だけで入っていくよりかは、第8艦隊、第4、第5艦隊を待ってから行きましょう。あの戦力を見てしまうと、なかなか、これで、攻撃を仕掛けていきたいとは思えないですね。で、暴風雨に入っていると。第5艦隊は進めるね。第4艦隊の位置がちょっと微妙だな。まあ、全速前進で大丈夫かなと思います。ちょっと待って、念のため直縁を上げておきましょうか。念のため。飛竜から直縁を上げます。ここで空母を失うと、このニューギニアソロモン方面の後の作戦に影響が、まあ、出てはくるので、嵐か。第4艦隊は嵐の中という判定ですね。では、これで時間を進めていきます。ついに上枠に、アメリカ軍、やってきましたね。これ、ポートモレスビーの攻略を、早く行う必要がありそうです。まあ、上枠が陥落するってことになると、状況が一変するので、まあ、そうなる前に、何としても、ポートモレスビーの攻略を行っていきましょう。まあ、このゲーム上でどれほど影響が出るかというのは別にして、実際問題、ポートモレスビーに日本軍が攻撃を仕掛け始めたっていうだけで、多分すごい衝撃になるんじゃないかなとは思うんですよね。では、残念ながら飛竜総竜だけになってしまって、昇格随格は遅れてということになりますけども、ここはですね、思い切って、飛竜総竜を前に出して、攻撃を始めていきましょう。
第8艦隊もね、一度ラバウルに入れてあげた方がいいのかなっていう距離感にはなってますね。で、昇格随格、南雲さんは急ぎ住んでもらいましょう。で、空母加賀も空撃ができる距離まで入ってもらいましょう。で、第10艦隊に入っている陸軍の第29師団、これを使ってなんとか揚陸作戦をね、行っていきたいというふうに思います。まあ、本来であれば、それこそ第8艦隊もね、うまく、活用していく必要があるのかなとは思うんですけど、その第8艦隊が少し遅れてますからね、今。飛行場を投げ払うかどうかだな、とは。緊張の瞬間ではありますよね。このボードモレスビー攻略戦というの。第8艦隊が、巡洋艦1、駆逐艦5なので、これを突入させていきたいというところもありますしね。で、第10艦隊は先ほど話した29師団、これを使ってうまく揚陸を行っていきます。第16艦隊は空母加賀。それに陸軍の第14師団が入っているという状態です。では、これで時間を進めていきましょう。戦闘命令フェーズですね。圧倒の王がそろそろ、基地に近づいている頃、ないかなと思います。そうですね。もうここまで来てますね。そしたら、ここからはマニュアル操作で、一気に、圧倒の制圧に乗り出しましょう。で、先に今回はハワイの方、近いので、索敵だけ行っておきます。で、この索敵の後は、いよいよ。ポートモレスビー攻略戦。一度ね、断念したポートモレスビーの攻略戦。これを今回、再び、行っていきましょう。では、まずは、第16艦隊空母加賀から発艦させていきます。空撃隊。ポートモレスビーに対し、全艦出撃。どうなんだろう、これ。敵の第6艦隊がポートモレスビーに入っているって可能性があるかどうかですよね。基地の施設を攻略するのか。それとも、もし第6艦隊がここに寄ってくれてれば、この第6艦隊を港に停泊中のまま破壊することができる。ここは一度かけよう。基地攻撃ではなく、港の施設を攻撃していきます。では空撃していきます。うわ、雨かー。やってくれるなー。では時間を進める前に、一応、ここは索敵だけ行っておきましょう。ま、いたらいたで、第4艦隊は、全速前進しちゃったわけだな。しょうがない。ではこれで時間を進めざるを得ないですかね。第10艦隊が索敵唯一できるかなと思ったら行動力使い切ってる。行動力は1残しないとダメですね。第5艦隊に敵基地航空隊。第5艦隊というのは飛龍、総龍、山口多門さんの艦隊ですね。ポートモレスビー方面より敵機来襲。80機。爆撃機が80か。頼むぞ。やられた!やられてしまった。飛龍が撃沈されたか。痛すぎるな。ここに来て飛龍が撃沈。さらに空振りに終わりましたね。空母加賀の攻撃は。さて、まあ、失ってしまった飛龍、総龍は、
どうなんだろう。これ、中破してしまった僧侶を、このまま作戦に参加させるっていうのは、まあ、基本ないよな。開港させるしかないな。いや、本当に甘かったですね。トラックに入れて、トラックで総理を直しましょう。そうなると空母3隻体制か。まずは第10艦隊ですね。これ突入させます。第5艦隊は退避。第4艦隊でなんとか仕留めるしかないかな。空撃の範囲見るとまあ大丈夫かな。天山は届かないけど、天山は届くね。冷戦後にも届く。これでここまでだな。アウトレンジ攻撃になるかどうかは別にして、ちょっとここで勝負をかけましょう。ではラバールの航空隊と上枠の航空隊も出します。なので乾燥させておきます。爆走に変えます。敵の艦隊ではなく両基地攻撃に全力を注ぐ、まあそういう意味で魚雷を捨てて爆弾に全部乗せ替えます。では戦闘命令フェーズですね。第8、第10は砲撃戦を開始。そして空母の方は空撃を開始していきます。そしてラバール上枠両基地に関してもね、爆走に全部変えたので、今回からその爆走でね、基地攻撃を行っていきます。そうか、ポートモレスビーを考えた場合、もう少し離れてもいいかもしれないな。空母香川ちょっと距離が近すぎて、ポートモレスビーからの反撃が痛いよね。ガダルカナルも近いといえば近いので、これもまあある意味避けて通りたいというか、まあそういうところもありますしね。まあただ大攻撃機、大変態でポートモレスビーに攻撃を仕掛けるので、これでなんとか敵のね、戦力を削れればいいかなというところですかね。さて敵も一回だけ行って、そのまま空撃を仕掛ける。いや、悔やんでも悔やみきれないのが飛竜、総竜のうちの飛竜。もうちょっと慎重な行動をとっていれば、あるいは飛竜の喪失は避けられたんじゃないかと。ではポートモレスビーの攻撃です。ガンガン削っていこう。攻撃機28機喪失。いや、ラバウルの航空隊でこれだけ損害が、しかも4師団。ポートモレスビーの攻略中断したくなるな。
いやー、これはしんどい戦いになりそうだな。ポートモレスビーをこうまでして叩く理由というのがあるのかっていうぐらいね、損害が大きいですね。まあ、ウエはクラバウルを守るっていうね、まあそういう意味においてこのポートモレスビー攻略は重要ではあるもののですね、ここまで来るとしんどいですね。駆逐艦、四季波が激甚、その他従順、駆逐艦が中小波。これは一度中断した方がいいかもしれないな。上枠ではアメリカ軍の海兵隊が攻撃を仕掛けてきてますね。ただこれを撃退はしたようです。ポートモレスビー方面なんだよね。これどうしようかな。まああんだけ攻撃してもある意味ビクともしてないっていうのがこのポートモレスビーなんですよね。いや、ここは一度撤収しましょう。で、ヤマトが復帰してからもう一度行いましょう。ポートモレスビー攻略を一度中断する。ヤマトの火力がやっぱり必要だ。で、ヤマトはそろそろ開けてくると思うのでドック入りから確認します。第一艦隊よし、ドック入り終わってる。ではヤマトが到着するまでは一度撤収して、まあ、せっかくねダメージを与えたんですが、微々たるものとはいえ、一度ここでラバウル上枠に艦隊を収容、ヤマトと呼応してポートモレスビーを攻略していきますというところでね、じゃあその指示を出して今回はここまでにさせていただきたいと思います。飛竜が痛かった。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。